聖書ヨハネの福音書5章5節から9節そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。皆さん愛しています。여러분들사랑합니다。お帰りなさい。자이대현씨名前が出ちゃった本当に夏休みでね、皆さんいろんなところに行かれたでしょ。여름휴가동안에여러분들여기저기많이다녀오셨놀러갔다오셨죠。イエス様の時代は、まあ、2000年前ですから、移動するには、まあ、その時は馬車ぐらいしかありませんでした。イエス님이계시던시대에는2000년전이었기때문에마차만좀있었을겁니다。イエス様はほとんど徒歩で移動していたようです。イエス님은거의이도보로서이동을하고계셨을것같습니다。今日の本文の前一節を見ると、イエス様はこのユダヤ人の祭りがあったのでエルサレムに登ったんですね。오늘예수님께서는1절을보시면유대인의명절이있었다그래서예루살렘에올라가셨습니다。お祭りがあったからといってイエス様が遊びに行ったのではありません。예명절이라고해서예수님께서놀러가신것은아닙니다。イエス様は人が多く集まっていたからエルサレムに行ったんだと思います。사람이많이모여있었기때문에예수님께서그런예루살렘으로이렇게올라가신거라고생각이됩니다。うちのエデン福音教会は、まあ、春にね、良いと桜祭りに行くんですけれども、とても必ずいるロボがいます。저희교회에서는이봄이되면여의도에그벚꽃구경을주로갑니다만거기에서도전도를하고있는그저희그노방전도동료가있습니다。伝道のためには人が多いから都市に行くという意味もあります。이전도라고하는것은요사람이많기때문에이렇게도시로간다도시로가는그의미가그있습니다。イエス様の交渉外は30歳からですから3年半です。예수님의공생애는이33세까지하셨으니까3년반동안이되겠습니다。その時刻表の中には本当にイエス様が精力的に動かれて伝道しているわけです。그시간표속에서예수님께서는정말로활발하게이전도를하셨던것입니다。短い時間に霊的なこの数をですね達成するためには、そのような場所選びもすごく重要です。이짧은시간동안에이영적인이수치를달성하기위해선예수님께서는이런그장소선택이중요하다는것입니다。30歳から、まあ、33歳半、うらやましいくらいの若さがあります。이30살에서부터33살에이정말로이부러울정도의이젊은 시기죠。でも現代ではこの先進国とそして後進国では同じ年でも若さに差があります。하지만이현대에서는그선진국이든후진국이든이그나이에따라나이도요이젊음에이차이가있습니다。私はフィリピンの教会によく行くんですけれども、フィリピンの方はまあ40歳って言ってもなんかすごく老人のおばあさんみたいな方も多いです。예제가フィリピン에가서보니까나이가한40살쯤됐어도꼭이렇게노인네같은그런사람들이있었습니다。その上、まあ、日本人はですね平均寿命世界一長いんですから、すべてにこのバランスが良い年齢というのは日本人や韓国の場合は50代だと思います。예그리고그일본인은평균수명이세계제일이기때문에이모든것에있어서한국인이든이바란스가맞는균형이잡힌그나이또래가50살정도라고생각합니다。良い栄養と運動と知識、それから礼拝、祈り、賛美、そしてキリスト、
この7項目が人間生活に必要なものだと断言できます。ね、영양을잘취하는것과운동과지식과예배와기도와찬양과이그리스도이일곱항목이인간생활에있어서필요한것이아니라고필요한것이라고단언할수있습니다今日タイトルが病気の癒しですね。예오늘의제목은병고침입니다韓国の方たちはただ病というんですけれども日本の場合は病と病気はちょっと意味が違います。예한국에서는그냥병이라고얘기하는데요일본어로는이야마이라는말이있고그다음병기라는말두개가있는데이두단어가이게뉘앙스가다릅니다야마이와기카라라는言葉があります。야마이병은기카라来る기아그야마이라고하는것은이나무나무로부터기대그その기じゃなくて気持ちの기아그이야마이라는것은사람의기에서나온다고합니다ちょっと難しいでしょ。それで台本には全然ないんですね。ごめんなさい。한국에는그런말이별로 없습니다만はい、ですから本当に気持ちが重要だということなんです。그러니까결국은이사람의이마음기분요게중요하다라는얘기입니다。これらすべての体と精神とそして魂この3つのバランスが崩れたとき誰でも何かしらの病気になります。그렇기때문에이마음과영혼과육체요세가지가균형이깨어지면은그만큼힘이들다는뜻입니다。病気になるのは肉体です。そして精神もあります。병이걸리는것은육체이기도하고정신이기도합니다。肉体は生身です。이육체라는것은우리가이렇게움직이는이살점이런걸말하죠若いからといって안심はできません。事故や怪我は年齢を選んでくれません。네우리가젊다고해서안심할수없습니다。사고나부상당하는것은연령을가리지않습니다。今週ね東京の代々木公園というところあるんですけれどもそこの公園でこのダンスの練習をしていたね若者が3人虫に刺されてデング熱という病気になりました。이번주에그도쿄요요기공원에서댄스연습을하고있던어떤젊은이들이이모기에물려갖고이게좀그병에걸렸다고합니다。今の現代はですねこの本当に異常気象で日本がね熱帯化しているんですね。ですから熱帯にしかいない蚊が発生したんです。예그래서그병이황열병인데그요즘그이상기온때문에일본도차차열대화가되어서이열대지방에밖에없는이모기가발생을했다고합니다。代々木公園はね昔ですね私子供の頃ですけれども東京オリンピックの会場になったところなんです。이요요기공원이라고하는것은도쿄올림픽이열렸을때그경기장이있었던곳입니다。なんか一筋島かというね普段だったら私たちがこうやって手でパンとね叩くような小さな蚊が猛毒を持っているわけです。예히토스지시마그러니까줄무늬모기라고하는것이있는데아주조그매가지고우리가흔히이렇게손바닥으로탁쳐서그런죽이는그런모기들있죠이런모기라할사소한모기도맹독을가지고있다고합니다。日本政府はですねいつものように公園を消毒したからもう安全だからあんまり騒がないでくださいとか言ってるわけです。정부측에서는늘하던대로이공원에소독을해놨기때문에안전합니다그래서너무이렇게동요하지마십시오라고이렇게흔히말합니다。またねその会場をその公園をにあるいろいろ体育館とかあるんですけれどもそれをオリンピックで使うからなんですね。네그리고그경기장은그다음그올림픽경기장으로사용하기때문에그렇습니다。皆さん人間はこのような小さな蚊一匹で倒れてしまう本当にか弱い存在なんです。여러분들인간은이러한그모기한마리에쓰러지고마는아주연약한존재입니다。事故や怪我は年齢を選びませんとか脅すばかりではなんか損保会社のコマーシャルみたいなんですけれども예뭐사고당한다든지부상당한다든지이거뭐협박조로얘기하는하면은마치이게뭐무슨보험회사광고선전하는것같은데요私たちクリスチャンはどんな事件も霊的な目で見なければなりません。자우리들크리스찬들은어떠한사건속에서도영적인눈으로보지않으면안되겠습니다。皆さんは救いの初歩なんです。왜냐하면여러분들은구원의첫열매이기때문입니다。霊的な目で見たものを
まだ見ることができない人に伝えなければならないんです。영적으로볼수있는것을영적으로볼수없는사람에게전하지않으면안되기때문입니다。この世のすべては神様が作られました。이세상의만물은하나님께서만드셨습니다。そして創世記1章28節を見ると、元来の人間は神様が地もそして生き物も支配する権勢を与えてくださったんです。그리고창세기1장28절에보시면원래인간은하나님께서이땅도생명체도지배할수있는권세를주셨습니다。私たちクリスチャンは創世記3章の事件で神様から離れてしまったような人間では今やありません。우리들크리스찬은창세기3장의사건으로하나님으로부터떠나버린그런인간이더이상아닙니다악마사탄가모타라시타유학で하나님과의계약을破って인간은하나님から離れてしまいました。자마귀가야기시킨이유혹으로말미암아하나님과의계약을파기하고인간은하나님으로부터떠나버렸습니다。それで誰もが罪を持って악마に支配されて生きてきたんです。그렇기때문에자누구나다죄를가지고마귀의지배를받으며살아가고있는것이죠。けれどもその呪いをもイエス様はキリストとしてそして私たちをその呪いからも罪からも解放してくださいました。하지만그저주를예수님께서그리스도로서그저주로부터우리를해방시켜주신것입니다。ご自分の命をもって人類救済の鍵を与えてくださったんです。당신의그생명을가지고생명을걸고그인류구제의열쇠를부여해주셨습니다。それはイエス様を自分の救い主として信じる信仰です。그것은예수님을구세주로자신의그리스도로믿는믿음입니다。9月9日に洗礼式をするんですけれども、洗礼を受ける方は特にこの点をしっかりと認識してください。9월9일날세례식이집행될텐데이때세례받으신분들은이말씀의내용을확실하게잡으시기를주의로축원합니다。イエス様を自分の救い主として信じる信仰は人に新しい命を与え人間は本来の人間に変えることができるんです。예수님을자신의구세주로믿는이믿음은사람을새로운생명을주고사람에게새로운생명을주고그사람은이원래인간으로이렇게되돌아갈수가있는것입니다。それは神様との親子関係です。그것은하나님과의이친자관계가되는것이죠。ね、50代のEさんが洗礼を受けるんですけれども、お父さんはとっくにもうお亡くなりになっているんですけれども、本当のお父さんがしっかりとできるわけです。예지금앉아계시는50대의 이선생님예지금세례를받게되어있습니다만그이선생님의아버님께서는이미늙어가지고이렇게많이연로하실텐데이그거와관계없이이아버님과하나님과의관계자신과하나님의관계친자관계가된다는걸잊지명심하시기바랍니다。ですから神様の子供であるクリスチャンは環境や物質に支配されることはありません。그렇기때문에하나님의자녀된우리크리스찬들은환경이나물질에이렇게구애받는일이없습니다。いつでもどんな状態でも天国の状態に切り替えることができるんです。언제라도어디서라도전환을할수가있는것입니다。今日本文でイエス様はお祭りの騒ぎを知り目にどこへ行ったんでしょうか。자오늘본문말씀에예수님이이명절의이소란스러운것을뒤로하시고과연어디로가신걸까요？エルサレムの羊の門の近くのベテスダと呼ばれる池にイエス様は行ったんです。예수님께エルサレムの양의문에서가까운베테스다라고불리우는연못으로가셨습니다。ベテスダは憐れみの家という意味です。이베테스다는긍휼의집이다라는뜻입니다。その池のね水が動いた時に入ると病気が治るという人がなんかそんなことを言った人がいたみたいですね。그연못에물이동할때가되면거기병이치료받는다라고하는그런말을한사람이있었던것같습니다。こういう噂の池は世界中にいくつもあります。이러한이소문은 이러한소문이있는연못은전세계에도몇개몇군데가있습니다。そんなことで治るんだったら癌も病気も何にも今ないはずなんです。예그런것그런행동을해서병이낫는다고하면세계에안걸린사람은아무도없을겁니다。
それを悪用して水を売る偽宗教もたくさんあります。 자, 그런 것을 악용해 가지고 이게 활동하는 이런 적그리스도들도 있습니다. 今はね、その科学的に水が動くという現象が解明されたみたいですけれども、悪い例だってね、そんないたずらは簡単にできるんです。 자, 오늘날 과학적으로 그 물의 이런 어떤 과학적인 원리를 해명하고 싶은 그런 마음이 있어서 그렇게 하는 사람이 있는데 악령들도 이러한 이 장난을 갖다가 간단하게 이게 하고 있습니다. 皆さんね、噂というものはすごい力を持っていて、人間はすぐそれを鵜呑みにする体質なんです。 자, 이 소문이라고 하는 것은 아주 굉장한 힘이 있어 가지고 이 인간은 그 말을 곧이듣고 이렇게 많은 그런 존재가 됐습니다. 소세의 하지면이 에바가 헤비의 言葉に 담아사れた ように です. 그래서 자, 하와가 이 뱀의 말을 듣고 속인 것과 같습니다. 男の方はもっと単純です。 예, 純粋でっていうことにしておきましょうか。 예, 예, 남자분들은 보통 너무 단순해서, 아, 그게 아니죠. 예, 너무 순수하다고 말을 해야 될까요? 失礼しました。 でも男性はですね、女性の誘惑には本当に従いやすいです。 예, 이게 농담입니다만, 그 여자들의 이 그 유혹에 남자들이 잘 넘어가곤 하지요. それでですね、ベテスダの池の周りにはもう大勢の病人と、もう人目の見えない方ですね、そして足の悪い方、そして痩せ衰えた人々、そんな方が伏せっていたと3節に書いてあります。 그래서 베데스다 연못 주변에는 이미 이 많은 병자라든지 눈먼 자들, 다리 저는 자들, 그리고 이게 극심히 말라 비틀어진 그런 사람들이 엎드려져 있었다라고 3절에 말씀하고 있습니다. 예수様はお祭り騒ぎしている人のところへ行かないで、そのような人々を目指してエルサレムという都市にいらしたんです。 예수님께서 이렇게 건강한 사람들이 아닌 이와 같이 이 몸이 불편한 사람들 곁으로 다가가셨습니다. 루카의 福音書 5章 31節で 예수様はおっしゃいました。 누가복음 5장 31절에 예수님께서 말씀하시기를 의사를 필요로 하는 것은 丈夫な ものではなく 병인です. 의사를 필요로 하는 것은 건강한 자가 아니고 병자이니라. 世の中を強気にですね、自分の力だけで歩いていこうとするものに神様はいらっしゃらないんです。 이 세상에서 이 마음이 강하고 자신의 힘으로 걸을 수 있다라고 하는 사람에게 예수님께서는 가려고 하시지 않으십니다. 今日インターネットで聞かれている方は病気の癒しということで、このサイトを開く方もいらっしゃると思います。 자, 오늘 인터넷으로 방송 인터넷을 들으시는 분들 이 병의 치료라는 것을 마음에 두고 인터넷을 듣는 분이 있을지 모르겠습니다. そういう方のためにイエス様はいらっしゃってくださるんです。 네, 그런 분들을 위해서 예수님께서 오신 것입니다. ですから悔い改めて主なるイエスを見上げる時が必要なんです。 그렇기 때문에 회개하고 주 대신 예수님을 바라볼 때가 필요한 것입니다. 메신이 翻弄されている人々の中でイエス様が声をかけたのは先頭にいるものではなくてしんがりでした。 이 미신에게 농락당하고 있는 사람들 속에 예수님께서 이렇게 말을 걸으신 것은 이 맨 선두에서 앞서가는 사람이 아닌 이 뒤에 뒤처진 사람이었습니다. 38년も 병기대, そして誰もそばにいてくれない一人の哀れな男でした。 38년이나 병으로 아무도 곁에 있어주지 않는 그 단 한 명의 이 가련한 남자였습니다. もう立ち上がることもできなくて地面に伏せていたんです。 이미 이 혼자 일어설 수 있는 힘을 잃고 이 땅 위에 누워져 버린 그런 사람이었습니다. 예수님은 하나님이시니까, それら全てを分かっていて、あえて本人の心に問いかけました。 예수님께서는 하나님이시기 때문에 이 사실을 아시고 과감하게 그 사람의 마음 속에 질문을 던지셨습니다. 良くなりたいか? 내가 낫고자 하느냐? 究極の 中でも 예수様は その人の 心を見ます。 자, 이런 극한 어려움 속에서도 예수님께서는 그 사람의 마음을 꿰뚫어 보셨습니다. 私の母はね、もう80過ぎていますけれども、だいぶ寝たきりなんですけど、もう働くのはね、嫌だったんですけれども、死にたくもありませんでした。 자, 저의 어머니는요,
그 이미 이 일할 수 있는 아, 일하시는 걸 싫어하셔가지고 예, 아, 일하는 거는 싫어하시는데 죽고는 싶으시지 않으셔가지고 이렇게 누워서 지내셨는데. ですからね癌は癒されたんですけれども寝たきりで生きています 예, 근데 암은 치료를 받았습니다만 이렇게 누워서만 지내십니다. 皆さんにはねお世話になっていて本当に申し訳ないんですけれども彼女は地方になってねお姫様気分で生きてるんです 예, 여러분들에게 신세를 지고 있어서 죄송합니다만 예, 치매에 걸려서 마치 그 공주 기분으로 이렇게 살고 계십니다. 別な 37歳の伝道師様はね、やはり癌でしたけれども、痛みをね、こらえきれなくて、そして天国を本当に早く行きたいと望んだんですね。それで一足早く天に召されました。 예, 37살의 전도사님은 이제 역시 그분도 역시 암이었습니다만 그 통증에 참아서를 바라보시다가 예, 한번 천국으로 가셨습니다. 神様はその人の気持ち通りになさいます。 하나님께서는 그 본인의 마음 그대로 행하십니다. ですから私もね、よく病院のクリスチャンの入院してる方のお見舞いに行くんですけれども、イエス様と同じ質問をまず最初にします。 그렇기 때문에 우리 저도 크리스찬의 그 어떤 문병을 갈 때 예수님과 똑같은 질문을 던집니다. この男の方は心底良くなりたいと思っていたんでしょう。 예, 이 남자분이 이 마음속으로 아, 좀 낫고 싶네라고 생각하고 있었겠지요. ですからその本当に自分の心底思っている心それを理解して声をかけてくれた方が主であると分かったんです。 그렇기 때문에 자신의 그 마음의 깊은 곳을 이해해서 이게 말을 걸어줄 그런 분이 주님이셨구나라고 알았습니다. それで言いました。7節です。 그리고 말했습니다. 7절입니다. 주여, 私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。 行きかけるともう他の人が先に降りていくんです。 병자가 대답하되 주여 물이 통한 때에 나를 못에 넣어 줄 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 何ともこの現代を表しているセリフだと思います。 예, 몇 번이고 이 아까 아무리 생각해도 이 세상 현대를 살아가는 그것을 그대로 대변해주고 있는 그런 대사 같습니다. 매신, 우소, 憎しみ, 悪いものが本当に渦巻く世の中で人間は我先にサタンに騙されて人を押しのけてでも行こうとするんです。 미신, 거짓, 그리고 미움, 그 다음에 악한 것이 이런 소용들을 지니고 있는 이 세상 속에서 인간은 앞을 다투어 사탄에게 속아서 그 남을 밀치고서라도 그것을 가려고 합니다. 소마대시대있다その先に天国はありません。 네, 그렇게까지 하려는 그런 사람들 앞에 예, 천국은 없습니다. 滅びと裁きが待っているだけなのを知らないんです。 이 멸망과 심판이 기다리고 있다는 사실을 모릅니다. この男はイエス様を見上げて他には誰もいないと。 이 남자는 예수님을 바라보며 다른 곳에는 아무도 없구나 예수님이 구주시구나 하고 확신하고 몇 번이고 그 예수님을 갖고 싶어 했습니다. 예수님은 인간적인 방법을 조금도 사용하지 않으셨습니다. ただその方に命令なさいました。 그저 그에게 명령하셨습니다. 오키테 토코를 取り上げて 歩きなさい. 일어나 내 침상을 들고 걸어가라. 오토코와 従順に 주 예수様의 言葉に 従って 토코를 取り上げたんです. 이 남자는 그대 순순히 주 예수님의 말씀을 순종하여 이 침상을 챙겼습니다. 38년의 腐った 요나 토코だったでしょう. 38년 동안에 썩을 대로 썩은 이 침상이었겠죠. 이この男性はいくつでしょうね。 十分にね、まあ人間として成熟した 50代かもしれません。 예, 이 사람은 도대체 몇 살쯤이었을까요? 아무리 생각해봐도 한 50대 정도였을 겁니다. 私はね、この世で汚いものはゴミ屋敷だと思いますね。 한국어ではね、쓰레기집ですね。 発音悪い? 자,
오마이데스. 자, 이 세상에서 자 더럽다고 하는 것은 뭘 가리켜서 할 수 있나요? 이 고미야시키, 이 한국어로 이 쓰레기 같은 집. 老人社会になってね、日本ではゴミ屋敷が本当にね、問題になってるんです。でも若い人でも、そんな、ゴミをね、始末できない人がいっぱいいるんです。예、日本社会は이제바야흐로、노인사회가되어버렸습니다。그래서노인들이너무막、이런쓰레기같은집들이굉장히많습니다。韓国のニュースを見ていたら、若いお母さんが、もう家中、冷蔵庫もタンスの中もゴミだらけ。そしてその中にね、5歳の女の子を置いといたんです。예、그참끔찍한사건들이많이있는데、이렇게막이장롱속이라든지이렇게세탁기안에보면은이렇게큰먼지투성이고요。심지어는어떤그서랍장안에그먼지투성인그서랍장안에다가5살밖에안된어린아이가거기서나왔다고합니다。警察にそのお母さんは逮捕されたんですけれども、これはね犯罪ではなくて。この精神の病気なんですよ。예、그아줌마가그경찰에붙잡혔다고하는데요。정말그영적으로말하면과연어떤말을할수있는지、예。예、本当に汚い状態でびっくりしました。예、정말로더러운그상태정말놀랐습니다。皆さんの家庭は、そんな風にしてはいないと思うんですけれども、たとえ綺麗にしていても、本当に愛憎とですね、諦めと。疑いとごまかし、そんなものが詰まっている家では、そこに愛である神様は住むことはありません。예、여러분들가정에뭐그렇게하고다니시는분은없을줄알겠습니다만、이세상에온갖악독과더러운것과이런그속이는것과그이런속에서는하나님의사랑이그속에거하실수가없겠습니다。まあ、ドラマのようにこの男はですね、再びイエス様に出会うんです。마치드라마와같이이남자는재차예수님을다시만났습니다歩けるようになって、ね、宮の中に行っていたんですね。つまり教会にいたからイエス様に再び会ったんです。예、걸을수있게돼서병을치료받고이성전안으로이성전안즉교회에있게되었습니다。14節です。14절에보시면その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい。あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。그후에예수께서성전에서그사람을만나이르시되보라내가나았으니더심한것이생기지않게다시는죄를범치말라하시니見なさいとはほらあなたの願った通りだったでしょという意味です。여기에보라라고하는말은자너의바라는대로됐지않느냐라고하는뜻입니다아또는호요그기따라카레노38년의병기와도야라카레노츠미노세다따요데스예뒷부분을잘보시면은자그사람의38년된병은아무래도그사람이지은죄의탓이었다던것같습니다츠미또와난데쇼카이죄라는것은뭘까요第一に現在です。예제일먼저이원죄입니다神様から離れた生き方です。하나님으로부터떠난삶의방식이지요。心や行動で犯した罪もあったでしょう。마음과행동으로저지른죄도있었겠지요。人間は罪の結果は苦しみなんです。인간의죄의결과는고통입니다。そして病気になっても神様を認めないでその病気を治そうと思ってあの手この手と探し回ってそしてこの男は迷信と噂のベテスダに来ていたんです。그런식으로해서병에걸려도하나님께구하지않고이사람이사람도움저사람도움받으면서이리저리찾아다니고자이남자들에서미신과이소문의베테스다로오게되는것입니다この偽物の憐れみの家にいたにもかかわらず、イエス様は誠の憐れみ、愛を示してくださいました。이거짓국률속에국률의집인베데스다를왔지만은그럼에도불구하고예수님께서는 이정말로진정한그국률을가지시고사랑을나타내보여주셨습니다イエス様はいろんなところで病気の癒しをしたんですけれども、別な癒しのこの奇跡の時にね、この人をかわいそうに思い、と言って許して癒してあげたの
場面があります。예수님께서는여러곳을다니시면서병을치료하셨지만은좀다른그치료의기적을보이실때에는가엽게여기시고이렇게치료를해주신그런장소가있습니다相手を選ばないんです。イエス様はただ癒しはただ神様から来る恵みなんです。자장소를가리지않으십니다이치료를그저하나님으로부터오는그은혜로말미암아하셨습니다この男は自分の罪を知っていた主の名前を確認しました。이남자는자기의병을치료해주신주예수님을이렇게이름을기억했습니다それで自分を癒してくださった癒し主はイエス様だと証ししました。그자기의병을치료해주신그예수님이구세주다라고간증했습니다罪と病のこの苦しみのとこを取り上げて歩きたい方は本当に救い主キリストの名前を知らなければなりません。죄와병의고통의이침상을지고걸어가고싶으신분들이구주예수그리스도의이름을알으시길바랍니다すでに癒された方は、ね、癒し主はイエス様だと証ししなければなりません。이미치료를받으신분들은예수님이야말로구세주이다라고간증해주십시오再発や次の病気必ずもらってはいけません。모든이죄악과이악의악을받아서는안되겠습니다イエス様の弟子ペテロとヨハネも言いました。예수님의제자인요한과베드로도말하기를金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。예금과은은나에게는없으나내게있는것으로내게주노니나사렛예수그리스도이름으로걸으라使徒三章四節です。3장3장4절입니다ここで癒された人は罪の結果ではなくて生まれつき足の利かない人でした。여기에서치유받은사람은죄의결과가아닌이선천적으로이앉은뱅이었었습니다病気には本当にいろいろあります。예병에는정말로여러가지가있죠現代ではね、この中高校生がなるね、ニキビだって、それから虫歯だって、ね、薬や対症療法があります。예현대에는요이충치라든지여드름이라든지예이런어떤병에대해서그약도있고 대응방법이또있습니다虫歯が痛いからといって神様に祈っているだけではダメです。예우리가충치가아프다고해서기도만하고있어서는안되겠습니다歯医者に行ってその悪い部分を削ってもらわなければならないんです。예치과의사한테가서그아픈이빨을뽑지않으면안되겠죠祈りだけで治そうとするのは神秘主義で馬鹿げています。예기도만하고치료받으려고하는것은신비주의고어리석은것입니다精神病はどうでしょうか정신병은어떤가요原因は様々です。그원인은여러가지입니다호르몬バランスだったりショックな出来事で気が狂う人もいます。예 호르몬バランス라든지그쇼크가일어나는그갑작스러운그어떤사건이일어나서걸리는경우도있습니다すべての病の原因は様々ですけれども苦しみの根源は一緒です。예여러가지병의원인은여러가지겠습니다만이고통의근원은한가지입니다その人がいる位置が問題です。그사람이처해있는그위치가문제입니다。神様の御前にいなければなりません。하나님의계시는그앞에있지않으면안되겠습니다。この生まれつきの足が悪い人はね、お金をもらうために宮の門の前にいつも自分を置いてもらっていたんです。이선천적으로앉은뱅이된이사람은돈을구걸하기위해서성전미문앞에서항상자기자신을거기에치러다받고있었습니다교회の前に毎日来てたんです네교회앞에항상이렇게왔던것이죠じゃあ교회に行けばいいんでしょうか그러면교회가면다되는겁니까この方はお金をもらいたい、つまり小じきをしていたんです예이사람은돈을받고싶다즉구걸을했던것이죠クリスチャン優しいですからね本当に小敷のようなおばあさんがジョンの三河の駅に座っていたらね前をただ素通りできないんです예クリスチャン들은대체로이렇게마음이착하잖아요그러니까는
고고들에 가서 순순히 거기 가서 이렇게 있으면 돈도 주고 아주 좋죠. 私なんかお金の価値観がわからなかってね、最初の頃はもう本当にお札をよく置いたんです。 네, 저도 그래서 그 돈을 저 紙 のお金を置いてしまったんですね。자 그래서 저도 교회 한참 믿음 좋을 때는 이렇게 보면 이렇게 동전을 안 넣고 지폐를 다 이렇게 주고 한 적도 있었습니다. 商売で、あの、小事業をやってる人と区別がつかなかったんですね。 예, 장사하는 사람하고 거지하고 이렇게 구별이 안 갔었습니다. でもこの生まれつき足がない人を憐れんで、救い主でないイエス様の弟子たちも奇跡を行いました。 네, 그래서 뭐 있지도 내가 해주마스. 죄송합니다. 아토카라 아시가 悪くなった わけではなく, この男性は生まれつき足が悪かったんです. 예, 그래서 이 사람은 뭐 언제부턴가 다리가 불편한 게 아니고 선천적으로 예, 앉은뱅이었습니다. その方を憐れんでですね、イエス様の弟子たち 救い主神様ではないんですけれども、イエス様の名前でその人を立たせてあげたんです。 예, 그래서 예수님께서 이 사람을 가엾이 여기시고 병을 치료해서 일으켜 세우셨습니다. 예수様の名前にはその人格と属性のすべてがあります。 예수님의 이름에 이름 속에는 그 능력과 그 속성이 그 안에 포함되어 있습니다. 나자레노 예수와 약속사레타 치카라 우마레타 유이츠노 카타. 나사렛 예수님은 유일한 그 힘이 있으신 분. 그리스도와 메시아 스쿠이누시노 코토데스. 그리스도라는 것은 구세주 메시아라는 뜻입니다. このお方が信じて従順する弟子の中に住まわれます。 이분이 이분을 믿으면 그 사람 속에 거하시는 것입니다. そうすると聖なる霊として力を発揮なさいます。 그렇게 하면은 성령의 능력이 그 사람 속에서 역사하는 것입니다. 混沌として偽キリストの起こする今、私たち誠のイエス様の弟子は 나사렛의 예수 그리스도의 오나마에오 타카라카니 삼비시마쇼. 예수 그리스도 이름으로 그 이름을 믿는 우리들은 그 예수 그리스도 이름으로 그 능력을 자 하늘 높이 찬양하고 그 능력을 발휘하시는 것을 믿으시기 바랍니다. 시도의 하타라키 3장 16절은 宣言します. 사도행전 3장 16절은 선포하기를. そしてこのイエスの皆がその皆を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見ており知っているこの人を強くしたのです。 イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前で完全な体にしたのです。 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라. 今このメッセージを聞く人々の上に、ナザレイエスキリストの癒しと治癒が行われますように。 네, 지금 이 메시지를 들으시는 모든 분들의 위에 머리 위에 나사렛 예수 그리스도의 치료와 치유의 역사가 있으시기를 주의 이름을 축원합니다. 이 메시지를 들으시는 모든 크리스찬이 이 메시지를 들으시는 모든 크리스찬 여러분들 환경과 고난에 지지 않고 이 강한 이 신앙심으로 살아가시를 주의 이름을 축원합니다. 今日初めて神様の御言葉を聞く人はこの あなたの罪を拭い去っていただくために悔い改めて神様に立ち返りなさい。 오늘 처음으로 하나님의 말씀을 듣는 분들은 죄에 대해 씻음을 받으시기 위해서 회개하시고 하나님께로 돌아오시기 바랍니다. そのために神様はあなたを愛し、イエス様をあなたに与えてくださいました。 자, 그렇기 위해서 하나님은 여러분들을 사랑하시고 예수님을 부여해 주셨습니다. 예수가 그리스도, あなたの救い主神様です。 예수는 그리스도, 예수님만이 여러분들의 그리스도이십니다. 예수様だけ見上げて求める皆様になりますように、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。 예수님만을 바라보시면 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 할렐루야. 아멘.